皆さんこんばんは。週刊カメラニュースの時間です。この番組は今週1週間あったカメラにまつわる新製品情報やトピックスの中から気になったものについてお話しする番組です。お相手は460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。改めましてこんばんは。460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。今週気になった新製品情報とトピックスはご覧の通りとなっています。それでは新製品情報から見ていきましょう。今週気になった新製品情報はご覧の通りとなっています。それでは詳しく見ていきましょう。キヤノン EOS R5 と EOS R6 は7月2日前後に発表されるのか。 EOS R5 と EOS R6 が2020年7月2日かその付近に発表されるかもしれない。独立記念日の3連休は7月3日からだ。というのも発表が独立記念日の3連休は7月3日からだとは言うものの、発表が7月6日になる可能性がある。地域によって異なる。 EOS R5 と R6 は同時に発表される可能性が高い。発売は7月終わりだが数量は限定的となっています。 EOS R5 は当初は5月に発表かと言われていたのですが、おそらくは中華肺炎の影響だと思われますが、発表は7月になるみたいですね。そして EOS R6 と同時に発表される可能性が高くなってきました。そして発売の方なんですけど、7月の終わり頃になりそうですが、残念ながらね、数量の方は以前から噂にあったように限定的となるみたいです。これでね、日本にどのぐらい割り当てられるかっていうのはちょっとね、まだわかんないんですけど、多分もう予約だけで終わっちゃうような気がしますね。ニコン Z30、Z5 の発表が近づいているのか。エントリーレベルのフルサイズミラーレスカメラの名称は Z5 になるはずで、このカメラは Z6 の下位に位置付けられる。エントリーレベルの APS-C 機は Z30 という名称になるはずで、現行の Z50 の下位に位置付けられる。3つ目の噂のプロ用ミラーレスカメラ Z8、Z9 は2020年遅くか2021年の早い時期、 Z30 と Z5 の発表よりは後の発表が予想される。ニコンが Z5 と Z30 を同時に発表する可能性は非常に高いと思うが、まだ確認は取れていない。発表時期に関する情報はまだないが、今後3ヶ月以内に発表されると憶測となっています。今週になって急にニコンの方からエントリーモデルのカメラが発表されるのではないかという噂が出てきました。このね、 Z5、Z30 って一体どんな感じになるんでしょうね。まだ細かいスペックっていうのが全然ね、出てきていないのですが、おそらくはキヤノンの EOS RP みたいなね、ああいうスペックになってくるのではないかと思われます。今後の情報がね、また出てくれば随時お伝えしていきたいと思います。あとね、プロ向けの Z8、Z9 に関してはまだまだ発表の方は先になるようですね。おそらくは来年の CPU プラス前あたりになるのではないかと思われます。あとね、先週だったかなにお伝えしたように、ニコンの方がね、業績がかなり悪化しているので、その辺の影響も受けて今後ね、発表の方が遅れる可能性もありますね。ソニー近日中に新しいフルサイズカメラを発表か。1、最初のフルサイズ機は待望の α7S2 後継機。2、2番目の機種は新しい種類のフルサイズカメラ。新しい種類が何を意味しているのかはわからない。多くの可能性がある。最悪のシナリオは新しい命名規定の RX1、R2 の後継機のようなもので、ことによると TWICE ZX1 のソニー版かもしれない。最高のシナリオは E マウント機の新シリーズの最初のカメラだとなっています。ようやくというか、ついにというか、今月 α7S2 の後継機が発表されるみたいですね。あともう一機種、新しい種類のフルサイズカメラが出てくるという噂が出てきました。これに関してはね、なんかレンズ一体型のものになるのではないかっていうふうに言われてますね。
この辺がねちょっとまだわかんないんですけど、噂になっているのがこの TWICE の ZX1 ってやつなんですけど、これがねなんだっていう風な人が多いと思うんですが、これが TWICE の ZX1 ってやつですね。だいぶ前にフォトキナかなんかで発表されてたやつなんですけど、こんな感じでレンズ一体型のフルサイズ機になるのではないかみたいな噂が出てますね。ただ正直言ってこれはフルサイズでやる意味があるのかなというのもあるんで、どちらかというとねこの E マウント機の新しいシリーズになるのではないかと考えています。どちらかというとああいう α6400 とか6600みたいなねレンジファインダースタイルのものを出してくるのではないかと考えているのですが、実際のところはどうなるのでしょうか。近日ね発表ということなので非常に楽しみですね。富士フィルム2021年3月までに2機種のミドルレンジカメラを発表。 X シリーズの2機種のミドルレンジカメラを今から2021年3月、これは日本の会計年度の終わりの間にリリースするという、XT30 の後継機、XT30 の後継機、XT40 が第一候補。一旦中止された計画が復活したと噂される XE3 の後継機、XE4 も候補となっています。まあおそらく来年のね、CP プラス前あたりに XT30 の後継機、XT40 ですかね。そちらの方が正式に発表されるのではないかと思われます。あとね、ちょいちょい噂になっている E3 の後継機 XE4 の方も可能性としてはあるのですが、優先順位からするとね XT30 の後継機の方が先になるのではないかと思われます。新製品情報については今週気になったトピックスです。朝日カメラ2020年7月をもって休刊というニュースが飛び込んできました。朝日カメラが2020年7月号をもって休刊、発行形態が変更、2020年7月号より紙媒体を休刊、旧発行形態、毎月20日発売、新発行形態、朝日新聞出版のニュースサイト、アエラ DOT 内で記事を配信、記事の更新は不定期、増刊は引き続き刊行予定となっています。カメラマンに続いて日本で一番古いカメラ雑誌、朝日カメラがついに休刊を決定しました。やっぱりね、もともと売り上げが落ちている上に新型コロナウイルスの影響で広告収入がねガタ落ちとなったのが決め手となったようです。個人的にはね結構読者層は年齢が高めだと思っていたので、朝日カメラ日本カメラあたりは残るのかなと思っていたのですが、やはりね紙媒体というのはこれからどんどん休刊していくのかもしれませんね。はい、いかがだったでしょうか。ようやくね今年初めから噂になっていたキヤノン EOS R5 の方が EOS R5-6 と同時に来月正式に発表されるようですね。いやー長かったですね。なかなかね発表されないのでいつになるかというふうに思っていました。あとねスペックの方なんですけど、特にね今新しい情報は出ていないのですが、正式発表される時に何かねさらなるサプライズ的なものがあるような気がします。あとね R6 の方もまだね具体的なスペックというのは正式にはね発表もされていないので、こちらの方も気になります。あとはですねいろいろとねニコン、ソニー、富士フィルムともね新型の方を開発しているみたいで、まあ遅くとも来年のフォトキナあたりでは正式発表されるのではないでしょうが、こちらのあたりもねそれぞれがエントリー機を発売するということなので、この辺で衰退気味のねカメラ業界の復活の起爆剤になればいいなというふうに思います。あとはやっぱり朝日カメラが休刊になってしまったというのも大きなニュースですね。先ほども言ったようにね個人的には朝日カメラ残るのかなと思っていたのですが、意外と早く休刊が決定してしまいましたね。紙媒体だと結局どこが残るんでしょうね。ああいうフォトコンあたりにが残るのかな。キャパとかデジタルカメラマガジンあたりも残っていくのかもしれませんね。あとは飛行機写真テクニックのようなニッチなね特化型の写真誌っていうのは残っていくのかもしれません。というわけで今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。この番組が面白かった、役に立ったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。
それでは来週この時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長の IXE460 でした。おやすみなさい。